社長、仕事できる人ってどんな人ですか？それ結果出す人やろ。一番結果出す人が一番仕事できる人じゃない？うぃ。社長、 YouTube ってなんでやってるんですか？ YouTube 誰もやってないじゃん。顔出しで正しい情報言ってる人いないじゃん。だからやってるって感じ。ありがとうございます。社長、なんでそんな歯って白いんですか？歯綺麗な方がいいやん。まあそうですね。歯汚いやつにキスされたら地獄やろ。口臭いやつだから。責任や男の。ありがとうございます。社長、経営者になるには何を準備したらいいですか？経営者、結果出すってことじゃない？社長、筋トレってなんでしてるんですか？強くなるため。健全な精神は健全な肉体に宿るからや。社長、社長の仕事って何ですか？会社のビジョンを描くこと。社長、おすすめの本ありますか？今なんか気になってることある？課題は？自分の成長ですね。成長？はい。肉体的に成長したい。肉体的に。あ、じゃあ筋トレの本読んだりね。あ、社長、ウェイ、売れる営業マンの条件3つお願いします。明るい、自信がある、プロっぽい。以上です。ありがとうございます。社長、人生で最大の失敗って何ですか？ないよ。ウェイ。社長、どうしてもやる気が出ない時があるんですけど、こういう時ってどうしたらいいですか？やる気が出ない。はい。やる気しかないって言うしかないんじゃない？言葉にする。うん。言葉が思考を作り、思考が行動を変え、行動が結果を変えるから。わかる？うぃ。社長、好きな女性のタイプ教えてください。色白、スレンダー、頑張ってる人。社長、売り上げって大切ですか？売り上げあんま意味ないよ。払えるのが大事。あんま意味ない。社長、社長ってモテてましたか？モテてないよ。振られたことありますか？ないよ。ナンパしてましたか？ナンパしてた。外したことありますか？ないよ。社長、社長って変態ですか？お、変態。社長、モテる男ってどんな男ですか？キムタク。社長、はい。ぶち上げってどういう意味ですか？ぶち上げ、あれ、意味ない。意味ない。ああ、元気が出る魔法の言葉、高田みたいなもんやから。ぶち上げ。社長、経営者ってなんで浮気するんですか？絶倫なんじゃない？すべてにおいて。金持ってるしさ、オスとして強いんじゃない？やっぱりモテるんじゃん。群れのリーダーやから。ありがとうございます。社長、アンチ来た時ってどうしてますか？アンチ見るとやな。制させないやん。意味ない。おい。社長、数字が上がらない時ってどうしたらいいですか？上がるまでやる。ありがとうございます。社長、はい。香川県の人って毎日うどん食べるんですか？食うよ。300食は絶対食うと思う。300食？絶対食うと思う。やば。社長、やりたいことが見つかりません。探さなくていいと思う。え？仕事した方がいいと思う。やりたいことが見つからないってことはやる権利がない状態だと思うから、仕事しましょう。社長、 SNS って大事ですか？ SNS 大事やで。フォロワー数は戦闘力やから。まだ弱いけど頑張る。ありがとうございます。社長、えい。合宿って大事ですか？合宿ええよ、おもろいやん。社長、はい。今何してるんですか？お前、東京行って車売るんだってな。社長、子育てで大事にしてることを教えてください。やっちゃダメなことを言わない。ほっとく。ほっとく。うん。可能性広げる。社長、成功の定義って何ですか？愛する家族と仲間がいて、その人たちに尊敬、信頼される。ありがとうございます。